今物が溢れてる時代なので、そのポイ捨てするされているゴミが本当に多いので、いくら日本が綺麗だと言われていても、なのでやはりもっともっと一人一人がゴミについて、自然環境について考えていかなきゃいけないと思っております。あれ名刺されてるんですか、すごく何でしょうか、見ていたらすごく楽しいですし、いいと思いますよ。